下妻物語は、竹本野原による小説、およびその小説を原作とした映画などの諸作品。物語は、茨城県下妻市を舞台にしている。ロリータとヤンキーという意外な組み合わせの二人の女子高生が、主人公、この二人の間に芽生えていく友情を描いている。小説の書簡については、深田京子と土屋アンナというキャストで映画化され、2004年5月29日より、 公開された。当初は、シャンティシネを筆頭とした40巻規模での公開予定であったが、評判を呼び156巻での公開に拡大された。また、2004年5月に、カンヌ国際映画祭に併設されたフィルムマーケットで、神風ガールズと題して上映されると評判になり、7カ国で上映が決定し、公開された。この後、多くの映画祭に招待され、2006年には、 カンヌ国際映画祭と並行して行われたカンヌジュニアフェスティバルにて邦画初となるグランプリを獲得。フランスで邦画としては過去最大となる約100巻での上映が決定した。なお主役の二人は多くの映画賞を受賞した。この映画ではロリータファッションで来館したものには特別割引になる特典があり話題になった。また映画版では メーカー名のベルサーチをベルチなどと音声を加工しているシーンがいくつか参見されるが、これは権利関係の問題によりこのような修正がされている。許可を得ているジャスコなどはそのままジャスコとして放映されている。原色を強調、パステルカラーのトーンを多用し、人物へのサイドからのライティングやコミックのアニメーションを挿入するなどの新規手法によってアンリアルで オリジナルな映画空間を創出している。DVD には映画を見ながら撮影秘話を語る音声コメンタリートラックが用意されており、主演の深田京子、土屋アンナをはじめ、監督、スタッフなどにより多くの撮影エピソードが語られている。他の竹本作品にしばしば現れる怪奇趣味や過激な性描写が一切なく、軽快なコメディタッチの展開が人気を博した。また、 映画化に先駆け、金さ雪ゆきいにより、漫画家、続編が制作されている。ノベル、編集コミック、編集茨城県の下妻市に住む龍ヶ崎桃子は、ロリータファッションをこよなく愛する孤高の高校生である。もう一人の主人公、白百合一号は、レティスの一員であり、桃子の父親の作った、ベルサーチの偽物を買いに来たことをきっかけに、桃子の家に出入りするようになる。 イチゴは世話になった暴走族の総長、秋日の引退の際、大館山にいるらしい有名な伝説の刺繍家に、秋日さんありがとうと書かれた特攻服を着て送り出したいと思い、資金を稼ぐために、桃子を引き連れパチンコ屋に繰り出す。桃子は初めてのパチンコであったが、偶然連チャンし、安すと自分の副代とイチゴの刺繍のための資金を稼ぎ出す。イチゴは、 大観山に詳しい桃子を伴い伝説の刺繍家を探しに行くが、その刺繍家を見つけることはできず、イチゴは深く落ち込む。見かねた桃子は自分が刺繍を受けようと約束。不眠不休で刺繍をし、見事な刺繍入りの特効服が仕上がった。その出来栄えの素晴らしさにイチゴは感動を覚え、感謝を伝えた。その言葉を聞いて桃子は今までに感じたことのない不思議な感覚を覚え、 これをきっかけに、二人の間に友情が芽生え始める。ある日、桃子は、お気に入りのボンネットをネズミにかじられてしまい、その穴をごまかすために刺繍を入れる。そのボンネットをつけて、大韓山にある行きつけのロリータファッションのショップである、ベイビー、ザスターズ・シャイン・ブライトを訪れたことが桃子に幸運を、もたらす。そこで社長の磯部に、刺繍の腕を認められ、 やがて次の新作ワンピースの試作品の刺繍をすることになった。天にも昇る気持ちで刺繍を入れるが、緊張と迷いがありなかなか仕上げられない。迷いの中、桃子はどうしてもイチゴに会いたくなり、イチゴを呼び出す。イチゴは暴走族のレディースの集会に行く予定であったが、友達として必要としてくれた桃子と会うことを優先する。集会に穴を開けたイチゴは、レディース仲間集団と対立。 族を辞めると打ち明けたことで、けじめをつけるために呼び出される。家に帰り、けじめが何であるかを知った桃子は意を決し、乗ったこともない原チャリで暴走し、途中、八百屋のトラックに衝突するが、奇跡的に無傷で済み、牛久大仏のイチゴのもとへ駆けつける。そこには、ボコボコにされているイチゴがいた。助けたい一心の桃子の暴走により、レディース集団たちは、おじけづき、 いちごを救い出す。いちごは、ベイビー、ザスターズ・シャインブライト新作ワンピースの撮影現場で、変態チックなカメラマンに気に入られ、モデルとしてデビューする。なお、その撮影の際に暴れて、カメラ2台を破損、撮影スタッフ5名に青あざを作ってしまう。しかし予想外に、いちごのポスターは、出来栄えが良く、評判になりモデルの仕事が舞い込むようになったが、いちごには、 モデル業を本職にする気はなく、土浦市のモータースで相変わらずバイク整備のアルバイトを続けながら、一人で街中を爆走している。映画は竹本野原の原作の内容をほぼ踏襲しているが、少し違いがある。大きな違いは、イチゴがレディース仲間と対立するきっかけである。原作では、モモコが刺繍を入れた新作ワンピースの撮影のための、 モデルが使えなくなって、イチゴが代わりにモデルを務めたことにより、集会に行けなかった出来事が対立のきっかけになっている。このエピソードを省略していることで、エンディングでのイチゴのモデルデビューが唐突で不自然なものになってしまっている。映画版に付け加わったこととしては、刺繍を入れた新作ワンピースを、ベイビー、ザスターズ・シャイン・ブライトに届けに行く日に、モモコが、 イチゴの窮地に駆けつけなくてはならなくなり、磯部社長に電話をかけるシーンがある。クライマックスで、桃子がレディースたちに凄むシーンでは、原作では、甘笠記弁であるが、映画では、当該シーンの最初のセリフを除いて、標準語である。このイチゴの救出シーンにおいて、映画では桃子が、自分は、伝説のレディース、卑弥呼の実の娘だと、大ボラを吹くことで敵の戦意を喪失させているが、 原作ではたまたまゲンチャリのカゴに入っていた父の敵屋用のヨーヨーをモモコが投げつけたことで、それをガソリンの詰まった殺人的なヨーヨー爆弾であると敵が勘違いし恐れをなして、イチゴを解放している。龍ヶ崎モモコ、深田京子主人公の一人、下妻に住むロリータファッションを愛する女子高生、洋服のためであれば、父親を騙すことも決して厭わない。 生まれつき淡白な性格で自分がロリータであることを誇りに思っており、理論武装をし、ロココの好き勝手に生きる精神に従って生きている。そうした自分さえ幸せならそれでいいという生き方を、証拠が腐っていると一語に言われている。学業成績は良い方で、高校は進む学校に通っているが、学校ではいつも一人いじめられているわけではなく、 単純に他人に関心がなくずっと妄想していたいため、天才的な刺繍の才能を持っている。二回連続でパチンコ屋で大連チャンしたため、爆祭もあるものと思われる。徹底した個人主義者で模範的な生き方には全く興味を持たず、両親の離婚の際には再婚先が裕福な母親よりも一緒にいた方がきっと面白いという理由だけで父親についていくことを決めている。 元々は関西出身だったが、わけあって、現在は父と祖母と下妻の大きな古い平屋に住んでいる。だらしない父を別段嫌っている様子もなく、変わり者の祖母も仕立っており、二人も桃子に対しては少し変わった形であるが、愛情を持って育てており、桃子に変わってほしいや、やる気を出して友達と楽しく生きてほしいとは思っておらず、桃子が好きなことをやらせており、 嫌なことは強制しない。人は一人ぼっちで生きていくものであり、友達は必要ないと言い切っていたが、いちごと出会うことで心境が変わっていく。白百合いちご、土アンな主人公の一人、バイクで失踪することをこよなく愛する女子高生。いちごという暴走族に似合わぬ、可愛らしい名前にコンプレックスを持っており、仲間にはいちごと名乗っている。愛車は、原動着付自転車を強引に、 俗仕様に改造したものである。見かけは、いかついヤンキーであり、誰にでも、すぐガンを飛ばす癖がある。言葉遣いにしながなく、簡単な漢字を間違えるなど無知であり、勉強は全くできない。しかしねは、真面目ない奴であり、自分なりの筋を通すことを大切にしており、友達に対する熱い思いやりの心を持っている。尾崎豊のファン、実は、 両家の一人娘であり、中学生までは両親のために満面の作り笑顔でピアノを弾くようなお嬢様だった。しかし、作り笑いと元来の器用なの性格のため高校でパシリにさせられたりいじめに遭う。一人で夜に雨の中泣きながら歩いていたのを秋日に声をかけられ、彼女に憧れて不良の道へと走ることになった。とはいえ、両親に迷惑をかけることはしたくないようである。 得意技は頭突きで、何度か、桃子に食らわせては気絶させている。ニセベルサーチがきっかけで桃子と知り合い、徐々に友情を深めていく。桃子の父、宮迫博之桃子の父親であり、典型的なダメ親父、できちゃった結婚の末桃子が生まれた。怠けた性格だが、娘には、かなり優しく、不死関係は良好である。桃子の質問には、 基本的に答えるが不真面目な人間であるため、常に適当である。やる気もなく友達もおらず、田舎で、ロリータファッションで浮いてる娘に対して注意することも、なく、愛情は、それなりに注いでいる。もともとは、浜ヶ崎で、偽ブランド屋をやっていた下っ端のヤクザだったが、半券元に目をつけられ、娘の桃子と共に実母が住む下妻に転がり込んで、きた。その後敵屋になり、 ヨー,ヨー釣りの屋台を開くための準備をしている。元妻が整形して美人コンテストに出た際に落選していたのをテレビで見て、ざまあみろ。と大喜びし、嬉しさのあまり号泣するような器の小さな男である、桃子の母、篠原良子桃子の母親、本名は西恩寺緑、水商売で働いていた。桃子の父親とは別れ、桃子の出産に立ち会った。 産婦人会と再婚している。再婚相手が、お金持ちのため、桃子を連れて行こうとしたが、桃子は父を選んだ。成形し、美人コンテストに出たが、最後に落選している。桃子の祖母、キキキリン桃子の祖母、変わり者の桃子の唯一の理解者で、本人も変わり者。昔は相当なヤンキーだったらしい。得意技は、空中の虫などを素手で潰すこと。 理由は詳しく描かれていないが資金は豊富で、大きな家と広い庭を持つ、桃子たちを事実上養っている。年代物の原動着付け自転車を持っており、これは後に桃子のために役立つ。昔の構想で眼球を負傷したため、眼帯をつけている。手芸の腕前はなかなかで、桃子がその地を受け継いだと見られる。いそべあき岡田義則大観山に本店を持つロリータファッションの、ショップ。 ベイビー、ザスターズ・シャイン・ブライトの社長、モモコの刺繍の才能を見込み、新作に入れる刺繍を依頼する。友達はいらないと語っているが、実際は、夢のために友達を作るのを諦めたことを、後悔している。秋日、小池栄子一ちが所属する、暴走族のレディース、星海底、竜の頭、結婚するため、引退する。一ちは彼女に恩があり。 彼女の引退式のために何かしたいと考えている。彼女が在籍当時、メンバーはイチゴを含め7人、産婦人会、一角獣の竜に安倍貞を自称下っ端の極道、パチンコ屋で、桃子たちを助けたことにより、イチゴに好意を持たれる。秋日の恋人、映画版では極端に長いリーゼントから、一角獣の異名を取るが、原作では髪型については、オールバックとなっており、 映画版ほどの個性はない。八百屋、荒川よしよし下妻によくトラックで移動販売に来る。ゲンチャリに乗った桃子と、信号のない十字路で出会い頭に衝突してしまう。原作には登場しない。巫女矢沢新保ンホシカイ二代目頭。全国制覇を卑弥呼に命じられたと各地のレディースを潰し、同志を増やしていこうとした。イチの怠慢で押されてしまうと、メンバーを扇動して、 陣地を実行させた、被教者、イチゴを助けるために殴り込みをかけたモモコにおじけづき、最終的にイチゴを手放した、パチンコ屋店長、生瀬勝久美の兄貴分、本田博太郎その代理へ、かなコ、水野春男、まちゃまちゃ、牧陽子、スピードワゴン、木村雄一、三浦香織、大田美恵、加藤水木、宮城明、菜、岩崎進海、 前田剛ゆなど2004年度の日本の映画賞において以下の賞を受賞した。この年度の主な映画祭において各分野の賞を受賞した数を足し合わせたときに主演女優賞においては深田京子の3賞、新人賞においては土屋アンナの5賞が最大であった。作品賞監督賞主演女優賞女演女優賞、新人賞 VHS、DVD、ブルーレイ、 編集レンタルの発売元は、小学館、販売元は、アミューズソフトエンタテインメント。セルの発売元は、小学館、販売元は東宝、サウンドトラック、編集写真集、映像集、編集この物語は、下妻と大館山、桃子の生まれ故郷としての甘ヶ崎が舞台となっている。前編を通し、かなり、デフォルメ気味な桃子視点の描写がなされている。 以下に、桃子視点での舞台を説明する。現実の街の様子については、各リンク先を参照。桃子の祖母が住んでおり、桃子の父親が桃子と共に移り住んだ街、東京から電車で2時間半もかかる田舎であると、描写されている。なお、映画公開後の2005年8月につくば、エクスプレスが開業し、下妻東京間は、森屋駅でつくば、 エクスプレスに乗り換える経路で1時間20分と所要時間が短縮されている。また、下妻市を走る関東鉄道上層線は、非電化のため電車ではなく機動車で運行されている。しかし、原作小説、映画ともに上層線の列車は電車と表現されている。桃子の家は横根というところにあり、下妻駅からさらに歩いて30分かかる。 この街に移ってきた桃子は、下妻にもヤンキーは、たくさんいることに気がつく。しかし、下妻のヤンキーは、天ヶ崎にいたような現代風のヤンキーではなく、やや時代遅れのヤンキーであった。また、下妻には、天ヶ崎のような活気のある商店街はないが、郊外に巨大なジャスコがあり、安い値段で買い物をすることができる。人々は、桃子のように東京に買い物に行くことなど思いもよらず、 品揃えの良い、このジャスコを誇りに思い、そこで買い物をする。そして、安いものを手に入れられたことを喜ぶ。ちなみに、ジャスコ下妻店に特攻服は売っていない。天ヶ崎市は、桃子の生まれ故郷であると同時に、父親の生まれ育った町である。なお、天ヶ崎市民の気持ちを考慮して、映画版では、天ヶ崎のすぐそばの町とされたが、阪神出屋敷駅付近の映像が映る。 桃子の父はこの町でヤンキーとなり高等学校を中途退学しヤクザになりチンピラとして働くうちに桃子の母親と出会って結婚。娘の桃子が生まれたが後に離婚。この町の住民のほとんどはヤンキーか元ヤンキーと記述されている。また商店街は活気があるがコピー商品の店が多く、どの店も価格破壊で頑張っており。 消費者は安いこと以外には関心がないとされている。桃子の父もベルサーチのコービー商品を企画し、制作を工場に依頼し、それを販売することを制御にしていた。桃子が着ているロリータファッションの服のショップであるベイビーザスターズシャインブライトの本店がある街である。このブランドは実在し、映画制作にも協力している。桃子が大館山に詳しいことを知ったイチゴは、 桃子を伴い、大観山へ行く。大観山には、特攻服に素晴らしい刺繍を刺すことで評判の伝説の刺繍家がいるとされており、イチゴは、レディースの総長が引退する際に着て行く、特攻服に刺繍をしてほしいと思っていたからである。二人で共に、大観山に行った出来事が、この二人を結びつける契機になった。映画の公開時、当時の茨城県下妻市には合併構想があり、 その結果によっては、下妻市は消滅する可能性があった。しかし、2004年にはこの映画の反響が大きかったこと、茨城県立下妻第二高等学校の第86回全国高等学校野球選手権大会への出場、アテネオリンピックでは、下妻市出身の塚田牧の金メダル獲得などによって、下妻市の知名度が一気に上昇した。こういった経緯は、 合併に反対する署名活動にも影響があったようで、下妻市は市町村合併協議会から脱退した。その後、つくばサーキットが所在する有機群千代川村を編入合併したが、名称は下妻市のままである。ジャスコ下妻店は、その後店舗が拡張され、4モール下妻の一部となっている。ありがとうございます。